ちゃんこんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。普段メッセージでいただく中で、講演とかトークに関するお問い合わせの中でちょっと気になったものがあったので、今日もこれに関してちょっと動画を作ってみたいと思います。よくプレゼンとかスピーチの時にえーとかあのーとか言ってしまうんですけれども、それを直すのにはどうしたらいいですかっていう質問をいただくことがあるんですね。古典でも聞かれたことありますし、応援メッセージの中でもそういうことを書かれているのがあったので、スピーチとかやっぱり人って何かを考えながら喋ってるとえーとかあのーとかおーとか言うと思うんですね。あまり長くえーとかあのーとか入れるのはちょっと聞いてる方に不快感を与えてしまうと思うんですけれども、ほんのちょっとだったら緩和剤になったりすることもあるんですね。だから全く全部を排除する必要ってないと思うんです。よくテレビのニュースのアナウンサーがニュースを呼ぶ時にも、実はほんのちょっとだけえーとかあのーとか入れてることがあるんですね。それはどういうふうに入れるかというと、犯人の男は死体遺棄に関しては認めたものの、殺害に関しては曖昧な供述を続けています。わかりました。ほんのちょっとだったんですけれども、もう読み始めに犯人の男は犯人の男はじゃなくて犯人の男はってちょっと絵を入れてみたんですね。ニュースなんかでは何か違う話をしててすぐ次の話を言わないといけないとかいう時に、ほんのちょっとアナウンサーでベテランの人はっていうのをちょっと入れたりしてるんですね。例えばスピーチとかプレゼンの場合だったら、テレビのアナウンサーとかプロの人がするわけではないので、ほんのちょっとだったら私は入れてもいいんじゃないかなと思います。例えば新婦の何々さん、新郎の何々さんって固くなるぐらいだったら、新婦の何々さん、それから新郎の何々さんっていう感じで入れ方によったら、緩和剤になるような A とかあのの入れ方だったら何も問題ないんじゃないかなって思うんですね。その上でなんですけれども、政治家さんがインタビュー受けてる時によく耳にしませんか？私の記憶では、そうですね、今回のことはやっぱり私の中では、それでですね、国民の皆さんの A とか、ひどい政治家さんになったらもう目をつぶって、記憶にございませんとか、もう口角は下がってるわ、目はつぶってるわ、ってあのって言った割には記憶にございませんって、もう本当に私も政治家さんのテレビを見ていてこうやって目を開けたくなるような、そういう会見をしている政治家さんもいらっしゃると思うんですけれども、スピーチとかプレゼンの場合だったらほんのちょっとだったら入れてもいいと思うんですね。その上で何か喋ることにとかあのとか言ってしまう人って中にいらっしゃると思うんですけれども、それはなるべく予習をしたらいいと思うんです。場合によったらもう原稿をきっちり作っていって読み上げるだけでもいいと思うんですね。何々何々何々と思うんですっていう感じで、しっかり予行練習をしたらとかあのっていうのは減ってくると思うんですね。やっぱり人間の中で迷いとか何だったっけと思う時にとかあのっていうのがあるので、なるべく予習をしてプレゼントかスピーチに臨むととかあのってなくなると思うんです。あとそれからやっぱりテンパってとかあのって言っちゃう人もいると思うので、そういう時は一旦深呼吸をして、前に動画でもお話ししたと思うんですけれども、なるべくこう誰かに見られて喋るというよりも自分からみんなを見てるみたいな、そういう感じで喋ったら緊張もちょっと和らいで喋りやすいんじゃないかなって思うんですね。あとは多分とかあのっていう人って間が持たないっていうこともあると思うんですよ。私これも前に動画で言ったと思うんですけれども、3秒5秒7秒ルールっていうのを前動画で喋ったと思うんですけれども、とかあのっていうのをちょっと黙ってみたらいかがでしょうか。心の中でとかあのって言ってみてください。例えば私の講演会だったら、3人兄弟の次男坊としてこのように生を受けました。上にはお兄ちゃんがいます。この3人兄弟の次男坊としてこのように生を受けましたって言って、お兄ちゃんの話をするまでちょっと間がありましたよね。この間が怖くてって言ってしまう人っていると思うんですね。この間を逆に持たしてみたら、何言う、次何言うのっていう感じで聞いてる方がちょっと引き込まれる、そういう技に逆転することができると思うんです。だからプレゼントかスピーチでとかあのって言ってしまいがちな人っていうのは、そこをちょっと黙ってみるのはいかがでしょうか。例えばプレゼンだったら、この商品の特徴はこういうこういうこういう特徴があります、そして私たちが伝えたいのはこの商品のこんなところです、どうぞみたいな感じで言うと、えってちょっと引っ込まれるじゃないですか。これを逆にあのとかって入れてしまうと、この商品はこういうこういうこういう思いで作りました、それからですね、なんとかかんとかでなんとかかんとかなんです、
それから、なんとかかんとかなんですねって言ったら、ちょっと聞いてる人がうんって思うと思うんですけれども、逆にそこを黙ってしまって聞いてる方をちょっと見渡す空間にしてみたら、あえてその空間を作ってるのかなっていう風な感じで取られると思うんです。なので、とかあのとか言ってしまいがちな人はきっちりと予習をしていく、そしてとかあのの代わりに空白にしてしまうっていうのはいかがでしょうか。これはなんか私が今まで自分で講演で学んだことなので、お役に立つかどうかわからないんですけれども、プレゼントかスピーチで、で悩まれた方はぜひこのテクニックを使ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで今日はスピーチとかプレゼンで、の私なりの対処法をお伝えしてみました。いかがだったでしょうか。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ここはアートチャンネル。よろしければチャンネル登録お願いします。画面の赤いプロフィール画像をクリック、またはタップしてください。画面のおすすめ動画もクリックタップでつぶ